陸上自衛隊のオスプレイが関東上空を初飛行です。千葉県の木更津駐屯地に暫定的に配備されている陸上自衛隊のオスプレイが駐屯地の外を初めて飛行しました。およそ40分間東京湾と相模湾の上空を飛び、機体に不備がないかなどを確認しました。オスプレイは南西諸島を守るため佐賀空港に配備される予定ですが、地元漁協などの反発が強く計画は難航しています。防衛省は最終的には17機をアメリカから購入し配備したい考えです。